萩生田光一は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、文部科学大臣、教育再生担当大臣、千葉科学大学名誉客員教授。内閣官房副長官県内閣人事局長、文部科学大臣政務官、自由民主党青年局長、東京都議会議員、八王子市議会議員、自由民主党幹事長代行。 当総裁特別補佐等を務めた1963年東京都八王子市生まれ、八王子市立第十小学校卒業、八王子市立第二中学校入学、八王子市立日踊山中学校卒業、早稲田実業学校高等部卒業、高校在学中に卒業パーティーのパーティー券を売り歩いて一度目の高田の馬場で、 東京朝鮮中高級学校の生徒と大乱闘になり、二度目の定学となる。この二度の定学の話は、萩生田の自慢話となっている。1987年、明治大学小学部卒業。大学在学中からクロス、隆一八王子市議会議員の秘書を務めていた。元日本青年会議所会員。2017年1月28日。 総理大臣官邸にて、内閣総理大臣、安倍晋三と1991年、八王子市議会議員選挙に出馬し、27歳最年少で、初当選。市議を3期10年務めた後、2001年に東京都議会議員に当選し、1期務める。2003年、第43回衆議院議員総選挙に、東京24区から自由民主党公認で出馬し、 民主党前職の阿久津幸彦を破り当選。2005年、第44回衆議院議員総選挙で再選。2006年、自由民主党青年局長に起用された。2007年より自由民主党副幹事長。2008年、福田康夫改造内閣で、文部科学大臣政務官に任命され、麻生内閣まで務める。2009年の、 第45回衆議院議員総選挙では、東京24区で民主党現職の悪質に敗れ、重複立候補していた比例東京ブロックでも、復活できずに落選したが、国政復帰を目指す意向を表明。2009年の落選後から2012年までの国政復帰までの期間は、千葉科学大学危機管理学部で客員教授を務め、13年7月1日付の 朝日新聞の中で、浪人中でも、客員教授なら、心理的な落ち着きを感じる。当時の落選組のトレンドだった。給与は月10万円。浪人中の足しになった。助かったと語っている。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、東京24区で民主党前職の悪屈を下し、3年ぶりに国政に復帰した。選挙後、 安倍晋三総裁のもとで自由民主党を筆頭、副幹事長及び総裁特別補佐に起用される。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、東京24区で再び、阿久津を下し、4選。2015年6月25日、安倍晋三首相を支持する自由民主党所属議員を中心に設立された文化芸術懇話会に参画した。 2015年10月7日、第3次安倍第1次改造内閣で内閣官房副長官に任命された。2017年8月3日、自民党幹事長代行に就任。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙で合戦。2019年9月11日、第4次安倍再改造内閣で文部科学大臣に任命された。 2020年1月29日、令和3年大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施対抗を見直し、地方での試験会場不足が予想されるなど経済、地域格差の問題が指摘されていた大学入学共通テストへの英語民間試験の導入をめぐり、二千十九年十月二十四日のテレビ番組で、身の丈に合わせて勝負してもらえればと発言したことが、 批判を浴び、11月1日に導入を延期する方針を明らかにした。同12月17日には同じく批判が高まっていた記述式問題の導入見送りも表明した。こうした入試改革の問題点が見過ごされてきた背景に文科省の風通しの悪さを指摘する声があることを踏まえ、2020年1月7日の職員向けの年頭挨拶では、 我々より現場を知っているのが皆さん。プロとしての意識を持って我々に反論する。そういう勇気もしっかり持っていただきたいと政治家の方針に疑問を抱いた場合は直言する。要職員たちに促した。小中学校で一人一台のパソコン端末などを使って学ぶ環境を整えるキガスクール構想を掲げ、学校現場の ICT 化を推進した。 当初は2023年度までに段階的に配備を進める予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、急遽目標を2020年度中と大幅に前倒しさせ、2021年度のスタート時には全国のほぼすべての市町村での端末配備を実現させた。小中学校の学級編成を定めた義務教育標準運法を改正し、 小学校のすべての学年の35人学級家に道筋をつけた。文科省の悲願である学級編成の一律引き下げは約40年間にわたって実現しなかった政策であったが記者会見で財布を持っている方が強いっていうのは世の中的にはそうかもしれませんけど、それに負けないために文科大臣になったつもりでおりますんで、 しっかり戦って参りたいと述べるなど強気の姿勢で財務省と交渉。最終的に情報を引き出した。少人数学級の実現に消極的だった財務省関係者からは大敗だ。萩生田大臣を抑えられなかったとの声も出た。児童生徒への挨拶行為で懲戒免職となった教員が過去の処分歴を隠し、教員免許を取り直して、 再び教団に立つケースがあることについて、2020年7月22日の衆議院文部科学委員会で厳しい仕組みに変えていく必要があると認識をしておりますと述べ、抜本的解決を目指す考えを表明した。当初は教員免許法を改正し、免許を再取得できないようにする永久追放の仕組みを目指したが、刑法など、 既存の法体系と整合性を取るのが難しく、2021年、通常国会での法改正は見送った。見送りを表明した同年12月25日の記者会見では、軸自たる思いがある。わいせつ教員を二度と教団に立たせないという思いは、貫いていくと、悔しさを滲ませた。一方、教員の懲戒処分の理由を官報に掲載させると、共に、 教員を採用する教育委員会が過去40年分の処分歴を遡って確認できるようにし、わいせつ教員の再登板を実質的に難しくする制度改正に踏み切った。その後、萩生田の問題意識を受け継ぐ形で、自民、公明両党のワーキングチームが、都道府県教育委員会がわいせつ教員に対する免許の再交付を拒否できるようにする新法の制定を検討。 野党と調整の上で国会に提出し、2021年5月28日に成立した。萩生田は同年6月4日の記者会見において、この動きを歓迎するとともに、都道府県教委による最高府の適否の判断について、同じ基準でスクリーニングができる仕組みを作ることが混乱を防ぐことになる。制度設計は、 自治体と連携しながら作り上げたいと統一的な基準づくりに意欲を示した。有力な国立大学が欧米のトップレベルの大学と渡り合える研究費を確保するため、官民で10兆円規模の基金を創設し、年間数千億円規模の運用益を国立大に分配するスキームを整えた。財務省は当初慎重姿勢を見せていたが、国会答弁などで 大学などの研究力強化を長期的な視野で安定的に支援していくなどと強調し予算獲得にこぎつけた2016年10月25日東京国際映画祭にてありがとうございます。